ナイス。こんにちは、ワキシンゴのリーデンスチャンネル、ナイスリーデン。今日は僕のトレーナーでもあるレイ・オライスがカシメロのトレーナーをやってたということなんで、この秋開催予定の井上尚弥 VS カシメロ戦についてちょっと語ってもらおうと思います。そして動画の最後にレイがカシメロに直接生電話をしたので、そちらの様子もご覧いただけたらなと思います。レイ、はいはい、よろしくお願いします。オライスです。レイオライス、レイ、まあいつもレイって呼んでるんですけど、レイはあの世界チャンピオンも何人か育てたりとか、あのミットとかやってるんだよね。そうですね。あの誰？あと、あ、ソンソーナとカシムラと、あと上田三兄弟のトレーナーもやってたっていう、うん、あの、まあ、経験を持ってます。まず、カシメロのトレーナーをやってたっていうのは本当なんですか？はい、カシメロのスタートは4回戦から、うん、あと10回戦分と知ってました。あ、カシメロがまだ4回戦の、まあ、プロボクサーになった時とかはレイがミットとかミットとか教えてたんだ。そうですね。あ、そうなんだ。へえ。どんなタイプの選手カシメロって？カシメロのタイプとか、スイッチ。あ、スイッチなの？そう、スイッチの右に左。あ、そうなんだ。そう、一番好きはあの、うん、ワイステと、あ、確かに右のとかフォーク、これ一番、うん、カシメロの好き。あ、そうか、はい、カシメロの試合も何回か見たことあるけど、アッパーもすごい。そうですね、もうアッパー、まあ、ワイ、やっぱワイドストレートが今のいろいろの危険とか、うん、だからいっぱい、勉強しました、僕さん。あ、そうですね、今、試験3分だから、うん、だから相手はもう強いとか、いろいろのパンとか勉強しました。じゃあ、カシメロのパンチ力ってどう？パンチ力、いや、シビロのパズル強いよ。強い？めちゃ強い。そう。そう。さっきもさ、あの亀田三兄弟見てたって言ってたけど、はい、あの大輝選手、大輝めっちゃパンチ強いじゃん。そうですね。カシメロとどっちが強いとかって？いや、僕の方が知ってましたけど、うん、あのカシメロもうちょっと強い、うん。でもめっちゃ大輝も強いでしょ、パンチ。強いけど、もう、うん、僕も知ってましただから、うんうんうん、カシメロもうちょっと強い。あ、大輝も強いけど、カシメロの方がもっと強いの？そうですね。あ、そうなの。レイさ、井上選手の試合とかも 見たりしてるでしょ。はい。どんなタイプのボクサー？いや、井上のスタイルは頭いいとか、頭いいとか、あと深部のパンチの強いとか、うんうん、あの危ないのパンチ。危ないね、うん、まあ、スピードもあってパンチ力もあって。そうですね。だからもうトータル的にもうすごい優れた選手ってことだよね。そうですね、うんうん。あのレイ、結構さ、フィリピン人の友達がいっぱいいるじゃん、うん。で、あの、はい、よくスパーリングパートナーで、あの誰だっけ、シルバニアとか。あ、そうですね、シルバニアとか、はい、とかっていうのもあのコンタクト取ったりして、あ、井上選手のなんかこと聞いたりしてる？そうですね、これだ、うんうん、バカラとシルバニア話しました、うんうんうん、井上のパンツはめっちゃ強いって。強いて？そう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 。え、だってセルバニアってフェザー、スーパーフェザー、ペデル、そう。ってことはやっぱ2階級も上の選手でしょ？そうですね。井上選手のパンチは強いって。めっちゃ強いって。じゃあもう人望のパンチは痛いって。マジで？そうです。あの、あ、昨日はね、うん、あの電話しました。あ、そう、そう、言ってた。言ってた。へえ。どんな試合展開になると思うか、うん、そういう予想ってある？カシメロと井上の、うん、あの2人、うん、あの一緒のプランある、うんうんうん、あの1ラウンドが。1ラウンドはどんな展開になる？その多分ジャブも、ジャブとか、うん、井上も一番最初ジャブとか、うん、あとカシメロを考えると、カシメロはじゃあいきなり来ることはない？いや、多分あるかも。 ある、うん、最初はジャブとかで見るとか。でもカシメロの、最初からもうジャブはないから。あ、ない、全部のパワー。あ、そうかそうかそうか。そう、多分。で、その後は多分2ラウンドとか、うん、多分カシメロの、うん、なんだっけ、前、うん、前にどんどん、そう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 、このの前に。で、最後は最後の、いや、もうレイの考えるわ。井上のスタイルは難しいですね。難しいね、強いもんね。強いとか、うん、スキルもあるし、うん、そう。じゃあ、まあ予想的にはレイの予想では
何ラウンド KO とか判定とか どっちが勝つとか。いやもう僕は多分カシミロはもう 40% で、ノエは多分 60% だろうか。そうですね。ああそう。でまあじゃあやっぱちょっと井上の方が分があるってことなんだね。でもカシミロってめちゃくちゃパンチあるな。そうですね。ということはカシミロで KO、カシミロが KO で勝つ可能性はある。そうですね。カシミロのこれだのスタイルとはね、カシミロはすごく KO すごく強烈に。でも井上のスタイルはトップスカーフだから、でも反対多分井上もチャンス。でもカシメロも KO で勝つ可能性もある。そうですね。チャンスもある。KO、のバースだから。でももし反対だったら多分井上もチャンス。勝てろもチャンス。セルバニアとパガラと話したときに、試合の予想とか聞いた？どっちが勝つとか。セパニアの話しましたは、絶対井上勝ってるって。えっ、そうですね。だってさ、みんな同じフィリピン人じゃん。で、カシメロもフィリピン人じゃん。でもやっぱり試合内容で見ると井上勝つ。そう、でもそうですね。あ、そう。はい。じゃあまずレイがちょっとこの前カシメロに直撃テレビ電話インタビューをしたんで、その様子をご覧いただきたいと思います。井上はもうパターンだって、じゃあ何ラウンドで KO 勝ち。ピラゴのカラーリモンリミット5ラウンドだって。5ラウンド、おー、ベリーグーすごいね。わあ。サレギ、サレギ、コニム、サレギ、コニムプレア。バレコイパギ。テテ、前はサグラウンドでしょ。イノベは5ラウンド。オッケー。アナグッドから、いやいやいや。いや、カロン、グラビプレッション、グラビプレッション、グラビプレッション。練習はめっちゃいいだって。ああ、今、調子いい。調子いいだって。いいね。これはないだって。ノー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 。で、今ないだから、だからもっちゃいいコンディション。ピラカブワン。あ？バーサ、バーサタナン、ワイドンパタナン。何もない。練習だけ。練習だけ。あ、今ラスベガス？ラスベガス。ああ。オッケーな、オッケーな、だ、プレワナロックダウンじゃ。今大丈夫、ロックダウンないって。ビーバー。ビーバーカシメロ。ビーバーカシメロ。いや。おしゃべり一緒にもさ、おしゃべりの裏にも結構あるけど、ノイ。カヤラ？カヤラ、カヤラ。おお、あ、ナイス。あ、あい。うん。前の相手はテテ、まあ元してたテテ、NOA はもう大丈夫だって。いや、カシメロすっげえ爆弾発言してましたけど、レイ、5ラウンドで倒す。いや、カシメロ言ってたよ。言ってたでしょ、ね、もう僕は知ってるから、複雑だよね、レイもね。そうですね。しかも、ちょっと気になったのが、ゾラにいてて。井上尚弥、どっちが強いって。いやもう KO だったらもうカシメロチャンスだけど、でも井上は難しい。だからあれでしょ、今一生懸命トレーニング頑張ってるでしょ。カシメロ、はい、これもないとか言ったし、はい、あ、もうこれもないからもう今もう大丈夫だよって、はい、試合と練習真面目に頑張ってるって、ね、はい、言ってたね。いや楽しみです。そうです、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。レイ、言える？今日もナイスリーゼント。 OK、 今日もナイスリーゼント。あ、でも